けは水質は非常に快適なものになっています。理由は、ここつぼのところのクリーナーの大きなクリーナーの中に半身がたくさん増えたんですよね。なんか入れたわけじゃないんだけど、自然にああいうものは出てくるんですよね。まあ、どうやるんですかね。それによって水質が非常に良くなりました。今まで、クリーナーの上にクリーナーから出る水の溜めるところにたくさん あのヘドロがこう溜まってたのが、今はね全くありません。今日は雨なんでね、ちょっとそこ行けるかどうかわかんないんですけど、行ってみようかな。すごいな、びちょびちょだ。これね、半身いっぱいでした。半身ね、半身いっぱいいいでしょ。この上にヘドロがいっぱいあった、たまりの、このたまり場のとこに、ヘドロがいっぱい溜まってたんですよね。もう全くないですよ、これ。綺麗になっちゃった。もう、タニシの浄化力ってすごいもんですね。どうしました、ヘドロ来ましたね。ねえ。ここにも、こんなとこにもね、タニシが、ほら。いますからね。これで綺麗になっちゃったよ、うちの池は。いやー、ありがたいね。